有馬則友は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、摂津国民と藩主、有馬重則の次男。天文2年、有馬国造津田城で誕生した。永六年間に家督を継承し、三好長慶や別所長春に従う。天正8年、橋場秀吉が、 織田信長の命を受けて中国攻めを開始すると、その共同役を務めて先行があり、秀吉から針馬王後3200国を与えられた。天正12年には、小牧、長久手の戦いにおいて、長男、即死を失っている。その後も九州平定、朝鮮出兵などに参加し、いずれも、功を挙げた。豊臣氏による伏見城追記にも功績があり、 一万五千国まで、加増されている。なお、次男、豊氏も秀吉に仕えており、父とは、独立して、所領を得ている。則友は、茶人としても巧妙であり、秀吉に、おとぎ衆として仕えた。地発後は、行部教法院を称し、同様におとぎ衆を務めた、金森長近徳永受賞と共に、三宝師と称された。秀吉の死後は、 この豊かしと共に、徳川家康に接近し、慶長5年の関ヶ原の戦いでは東軍に組みして参戦した。慶長6年1月18日、摂津有馬支援湖の地である摂津有馬軍において二万国を与えられ、三田に移っている。慶長7年7月28日、三田において70歳で死去。王具の天正寺に葬られた。医療は、 丹波国福知山藩主となっていた次男の豊氏が継承した。豊氏は、後に、大阪の陣の軍港により、久留米藩初代藩主となっている。正室梅窓院との間に四男五女があったという。関西重修所家府は四男四女を知るし、のりし、豊か氏と女子四人を、梅窓院の子、のり次、豊か町を所出とする。ありがとうございます。